まあこれから少しずつクロノグラフやっていこうと思うんですけれども、まあ最初に一部ですよね。ちょっとクロノグラフ、この辺は割合、まあ、60年代の後半から70年代にかけてですよね。これオメガのクロノ、あ、オメガでロンジンのクロノグラフですね。バルジュの72が入ってます。これオメガですね。これはホイヤーですね。ホイヤー、彼ら、これも、ブライトニングですけど、あのキャリバーが地蔵巻きの、まあ最初の地蔵巻きの一つと言われているマイクロローター式の地蔵巻きが入ってますね。これも、これがオータビアですね。これもそうですね。でこれがオルジー&ワジャーですね。この辺が、ドイツ軍が発注したポルシェデザインのあれですね、デザインのやつですね。インタリー裏になんか入ってますよね、軍用のやつ。これが、まあ、日本では角って言われてるやつですけど、これはブライトニングの角ですね。上にクロノグラフが、プッシャーが2つついてます。これは結構珍しいですね。形も珍しい。でこれがゼニス、これがホイヤーですね。ジンとホイヤーの、共同で作ったやつ。製作はジンで作ってますね。キャリバー230で、これがさっきのゼニスの、モバード版ですね。全く同じですね。モバードとゼニス兄弟会社でしたんで、手巻きの何つったかな、忘れちゃったけど、エルプリメロになる前の手巻きのキャリバーが入ってます。これオメガですね。まあ、こんな感じで、まあ、クロノグラフ、まあ、これほんの一部ですけれども、これから、少しずつ、クロノグラフをやっていきます。まあ、またちょっと古いのからやっていきますので、この辺は途中から参戦するのかなと思いますけれども、ちょっとクロノグラフの一部。このケースがあのしっかりした70年代前後のクロノなんで、結構今人気があるタイプですね、みんな。それでは、まあ、クロノグラフこれから少しずつやっていきます。今日はちょっと紹介の